皆さんこんにちは、だーちゃんです。はい、今回はこちらのハロウィンお化けかぼちゃ、ジャコーランタンの立体バージョンを作ります。こういう風に鈴入れたらなって可愛いです。はい、では先に 5mm の丸シール2枚とこちらの16ミリの丸シール1枚をこのように黒で塗りつぶしておきます。こちらの16ミリの方は半分ぐらいしか使わないのでこれぐらいで OK です。はい、では折ります。はい、色を下にしてもらって六角形を作りますね。はい、このまま半分に折ります。で、またこちらとこちらの縁を合わせるように半分に折ります。開きます。で、こちらの左右の縁を真ん中に合わせるように折ります。ちょっと一旦回転させますね。はい、ちょっと回転して折ります。で、開きます。はい、ちょっとこの輪っかの方で下になってるんですけど、この折ったところ、この下のこのね、折り筋の下の部分をちょっと爪でちょっと押さえてもらって、ここの下の角をこの折り筋に合わせます。で、合ったところでしっかり折ります。はい、こちらも同じようにします。はい、一旦裏返します。裏返したらこの斜めの縁を真ん中の折り筋に合わせるように折ります。はい、こちらも同じように真ん中の折り筋に合わせて折ります。よいしょ。はい、そしたらここの角ね、この部分、上のこの部分の角とこちらも角のライン上でハサミで切ります。で、ちょっと自信のない人はこのようにちょっとね回転させますね。ちょっとここの角で一旦このように折ります。折ってから切ったらいいと思います。このようにね。はい、では開きます。はい、そしたら今度はこの形、三角の形になるように畳みます。このように畳んでいきます。はい、ではこの角をここの縁とここの縁ですね、縁を、じゃあ折り筋を合わせて折ります。こちらも同じように折ります。はい、では今度はこちらの角をこのようにまっすぐでいいので少し数ミリ、1、2ミリ真ん中から開くようにで折ります。このようにここはまっすぐで、このままここもちょっとここの縁に合わせて折るんですけど、このちょっと難しいんですけど、この裏側のポケットに差し込みます。差し込んで閉じます。で、こちらも同じようにします。
1枚めくってもらって、こちらの面とこの裏側のこちらの面も先ほどと同じようにします。できました。はい、ではこのまま膨らませます。はい、こんな形になるので少しこう形を整えます。ちょっと広げながらこのように、はいはいはい、よいしょ、もう一度ここを広げて、よいしょ、はい、こんな感じで開きます。で、上もできたらちょっと硬いんですけど若干潰しておきます。はい、こんな感じで、はい、はい、このようにねちょっとずつ押し込んでいったら、開きながらこのように指で押さえてここも平らにしていくとこのようになります。では 2.5 センチの折り紙を色を上にしてもらって半分に四角に折ります。はい、回転させてまた半分に折ります。はい、裏返してもらって今度は三角に半分に折って、回転させて三角に半分に折ります。このようにね。そしたら端と端を持ってこのように寄せながら畳みます。はい、次こちらの縁とこの真ん中の折り筋を合わせるようにこのようにこんな感じで折ります。で、めくってもらってこの工程を残り3箇所やっていきます。はい、はい、できました。はい、では一旦ここ顔をつけるところを一旦もうここを外します。外してこのように広げます。この2箇所ね。はい、ではこのまま丸シールをこのように貼ります。はい、次この16ミリの丸シールをこの黒い部分だけをね三日月ぐらいのになるようにこのように切ります。で貼ります。はい、はい、ではこれをこのように挟む前にこのようにここでのり付けして貼るんですけど、もしここに何か鈴とかを入れたい人はこのようにね、こういうふうに鈴を今回ちょっと2個ほど入れましょう。2個ほど入れて、でここをのり付けして貼ります。差し込みます。でちょっと落ちる可能性があるので気をつけてください。このように気をつけながら挟んでくださいね。はい、完成です。よかったら作ってみてください。こんな感じでねなります。はい、ではこの辺でまたお会いしましょう。バイバーイ。